はい、どうもこんばんは、業者でございます。本日はですね、はい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 、フローリングでございますよ、フローリング。まあ皆さんもね、まあフローリング張ることあるとは思うんですけども、隙間空くよね。空くよね。僕も空いたよ。ただ今回はね、図工がね、得意な人がいたから、教えてもらいました。というわけで、早速、本日はフローリング張り、行ってみたいと思います。ね、今もう途中まで張ってるんですけども、これ特別なあれないよね、端っこ。ない。まあ端っこはね、まあ、そこら辺に合わせてカットするだけなんですけど、まあな、素人がやらかすのが、ここの隙間問題。これ、ここ、わかるかな？溝はね、こんな感じにあって、ほんで、スポンってやるとね、これ。まあ、こんな感じでね、挟まるんだけども、素人はね、こういう隙間を生んでしまうんです。まあ、そんなわけで本日はね、プロに教えてもらった板張りいきますよ。はい、こちらですね、どうやるのかというと、これをカンカンして入れていくんですけども、あっち方向に引っ張りながらカンカンしていくことで、本当に入るかな？いくぜ！入ってった？お、いってるよ！端っこから、こっから、だんだんに。どうよ、これ。バッチリ。はい、こんな感じで隙間がね、なくなりましたね、隙間が、ここの隙間が。あとは、これ素人の人なんか細い釘刺すやろ？カン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 って。いや、わからん。あいつわからんのやな、素人の気持ちは。普通コーンがないときは、細い釘をね、ぐさっと刺すんですけど、まあ今回私はね、プロ仕様なので、これでいきたいなと思います。ていうか、これ使ったことないけど。先っちょに合わすだけ？当てて、ここ。握ると、針が出るで。うん。ここで？ほんで、ちゃんとね、筋交いが入ってるところに向かって、これ打っていくみたいです。ほんで、今の打つとね、こっち側がね、すくことがあるので、どうよ。ここ見ながら叩いて、うん。あんまり叩くと、こう、弾いてまた隙間が出るので。いいね。プロから高評価いただきました。次、端っこ打つぞ、こっち。うん。ほんで、ここも筋交いが入ってそうだと思われる場所に、たるきね。たるきね。牧場か。もうカンカンせんでいいがの、うん、あとはタルキ、うん、タルキが入ってるところに、もうちょっと斜めの方がいい。こう45度ぐらい。45度。はい、はい、ってな感じでございます。分かっていただけました。今のをね、ずっと繰り返せばフローリング張れるからね。から最後ね、ちょっとプロのやつちょっと後ろから撮影して終わりにしましょう。大丈夫け？オッケー。オッケー。うん、まあまあ早いな。はい、その横からも打つんや。そうね。おい、俺打ってないぞ、これ、頼むわ。うん、そう。はい、まあこんな感じなんで、皆さんもね、ぜひ試してみてください。これさ、最後の終わりもただ切るだけやがの。うん、この隅の、ここまで、ここ、張ってって最後にね。そうです。ガインと切るだけやもんね。はい。あ、ちなみに端っこってどうやって釘打つの？端っこを、うん、まあ切ったのがこれだとして、うん、こっから打ちます。あ、そっから打つ。でもここが壁やった場合は？上から打って、うん、この床の見切りみたいなのをこう上から。あー、なるほど。端っこによくあるやつね。そう。あー、なるほどね。こういうやつね。そう。こういうやつで隠す。あ、吸うための隠すか、あれは。それと掃除機当てても傷つかないっていう。ああ、なるほど。はい、以上、フローリングの張り方でございました。